タスクで一応俺終わってるけど。タスクはね、終わってます。ちょっと厳しいね。厳しい、オッケーオッケー、仕方ないです。ワンチャンタスクいけるぞこれ。ワンチャンあるぞこれ。ワンチャンあるぞこれ。どうだ、まさかの、あとちょっと。2キルしてたらワンチャンあったのか。惜しいね。クロメイツ、配線はメイン、ダウンロードは武器庫。ナイス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 です。よし、マジ神ボ。うん。うん。メインラッシュ。ゆい梅剣。宇治おま。おみさぼはや。なんじゃこのコミサボは、絶対間違えたやろ。確実にクソボの流れきます。ワン、ツー、スリー、セボン。あーどうしよう、間違えて米サボしちゃった。あー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 するぞ、新しいな。ダメだ、新しいサボの形。いや間違えたんです、ごめんなさい。僕もね、直したくなかったけど近くにいたから直すとられなかったもん、ね、あーめっちゃ早かった。見ました、見ました。ご迷惑おかけしました。見ました、めっちゃ早かった。ポポ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 。慎太郎、アルマゲン、ユイ。ユイ、ゲン、シン。逆か。リンフル、慎太郎リンフル。勝ち合い番号リン。ボタン押されず、慎太郎フルコンリン。4、ああ一致したい。はい。あ一致したい。これ、はい、上毛さんでしょ。何か？ん？え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 ？お？お？まあまあとりあえずはいはい、セキュリティタスクの上側でスナッパーさんと同時発見。はい。僕、うんうん、エレキから入って発見したんですけど、うん、上毛さんがいて。ね、説明すると。ハイブリーさんと一緒に、展望の配電盤で僕は直してないんですけど、うん、開いて真ん中3つだけ下がってるのだけ見て配線タスクとかをやって、直した人は別の人で、キッチンでモロボロのタスクやってセキュリティのタスクの下側に行ったんですよ。であれ向かい側って光らないんですよ、あれ死体が向かい側にあると。で下側でタスクを開いたら、うん、あれなんか今セキュリティタスクと一緒にグレーのなんかやついなかったかなと思って閉じて死体発見。シンプルにあのゲーム機と原産の色が一体化して、しかも光らなかったから見づらかったっていう感じですね。ん、梅剣さん、じゃあスナパイさんに疑われるのはしょうがないってこと？あ、まあまあしょうがないかなと思ってる。あ、シンプルに僕は誰にも会ってなかったです、会うまで。別にスナパイさんがね疑わしいとかいう感じでもない、シンプルに同時発見。僕は見えてます。梅剣あんまり容疑者っぽくないんだけどな。停電勝ち合ったと思っていて、ハイブリが直してるんですけど、最後直してくれた人がいます。あれ出てこへんの？フジリンのどっちか、リンさんかな。真ん中3つが下がってて、僕はリンさんに任せて、
貨物まで抜けてます、はいはいはい、私も見てただけで最後右から2個目がカチッと上がって終わったのは見たんですけど私も下がってません。あれ、まあ、石油だったらまあでまあ、ハイブリさんに白出せる、うん、そうだね、うん、勝ち合っててその間に梅剣だったら俺キルできたよな。だって展望デッキで停電直してたらマットも否定できるやろうし、うんうん、って思っちゃうからあんまり梅剣に見えてない。それだけで。そういう理由か。なるほど、うんうん、あと武器か武器庫からハイブリさんとずっと言ってるんでコックピットから梅剣さんってセキュリティの下って見てます、うん、下ってその展望デッキ側、うん、あ見てない見てない。シリン取れてない浮き位置の人って誰かいますか。慎太郎、ゆい、高垣まではアーカイブシャワラ編にいる、うんうん、でリンさんもいる。フルコンもいます。アルリンフルも、うん、アーカイブに行って停電になる直前くらいに。でその後藤宮もアーカイブに入ってきてるのを見てるから、はい、この辺もむずい。俺はアルマ見えてない。ああ僕アーカイブの上側から見えてる。あ、うん、アルマさんがいたのは、うん、アルリンフルがいたのは多分3人でしょうね、はいはい。俺がアーカイブ入ったのって停電したぐらいじゃなかったっけ。俺が見えてるの結構怪しいな視界的に。スナパイさんが梅健さんを疑う理由は真っ当なんで結構スナパイさんの印象は普通にいいかな。スナパイさんの場合切ってまた戻るっていう行為をしてるんで、うん、あんまり。はい、はい、ありがとうございます。はいはい、これ多分なんですけど梅剣スナパイ両城の場合って犯人がいるのって石のアップロードしかないですよね、うん、両サイドから挟んだ形、うん、セキュリティエレキから先行くのは、4番からの入り口だったはず。はいはいはい。でハイブリも最後、うん、セキュリティの通路まで来ているので、うんうんうん、セキュリティ側キッチン側からの侵入はない、うんうん、OK です。キッチン席のドアも僕が行くとき確か閉まってたので僕が開けてるので、うん、開いてる下がってる。展望デッキの扉が閉まってる。大丈夫。結論そこに入りうる人物はいないと思うんですよね。え、そのアーカイブ組って最後も見合ってんの。あ、そう、最後に見合ってる。慎太郎、高垣の3人はアリンさんもいた、はい、出ます。フルコンアルマは最後は分かんないから、はい、また最後ね、バイタルのゴミ捨てぐらい。あ、あるな。俺も停電勝ち合ってから貨物の方まで行けてるから。ただね、停電なる直前までアルリンフライ一緒にいて停電中見失ったって感じだからどうなんだろうな、うん、でも席の下まで行けるの、まあ、その2人っていうのは。いやそうなんだよな、なんか誰かに見られるとは思うんですよね、うん、席に行ったら、そっち側で新結高垣が無理、アルリンフルが無理で藤宮君もちょっと難しそうなんだよね。はい、うわ取れそう、難しいと思います。そのまあ俺の場合は昇降機右でリンさんをキルした方が、うん、まあ、そうで、ハイブリシェリフなので使用します。で、はい、さっき梅家の印象はいいって言ったが印象がいいだけなんで、ローラーするならもう今から始めた方がいいと思うしって思ってるんだが、どうだろう。そこが確実に白が取り合えるなら砂埋めで、そう結局隠れてる人がいない限りは無理だから。新湯豊ってどっから入ってきてます、アーカイブに。メインからです。え、そうっすよね、僕シャワー多分、うん、メインシャワー。いや無理だと思うけどな、新太郎豊明リーは確実に無理って言えるんで、無理最後まで見合ってるから4人が確実に無理、うんうん、アーカイブ側の人間がキルしに行こうと思ったらそこから右回りで行かないといけないから、うん、多分届かないと思う、うん、フルコンさんが誰と取り合ったんでしたっけ。アルリンフルでアーカイブで停電になる直前まで一緒にいましたね、うん、アルリンフル、うん、シャワー後ろで上がってくだったのって誰ですか。あ、それが僕です。でシャワーにいるんで、そうそうそう、うん、でシャワーの右、あ左か開けてます。そうそう、見られてる。確かにフルコンさんいるわ、それじゃあ、うん、自分はね、貨物側からのアクセスでセキュリティが最終位置で発見って形ですね。あんまりスナパイさんっぽく見えないんだよな。なるほどね。うん、まあローラーするならここが一番ベストなタイミングではあったが、こうなるとね、梅健さんがクルーだった時に後々ちょっとめんどくさいかなーっていう。そう、梅健ハイブリのラインとかもワンチャンあるかなと思ったけど、ハイブリさんがシェリフで勝ち合ってるならやっぱ梅健さんってハイブリさん切った方が効率いいっていうのはね、俺がリンさんを切るすればいいっていうのと全く同じだから、あんまり梅健さんもって感じだな。
警戒すべきはフルアルかな、忍高垣。あ、砂橋さんがマットだとめんどくさいんだよな。え？おう、はい、超直近やん。場所は？多分エンジン側だと思うんですけど、コミュなった時に藤宮くんとリンさんがコミの中にいるのを見て直った後に僕はコックピット、藤宮くんとリンさんが右側かな行ったと思うんですけど。メインからエンジンに行くシーン様を見てます。メインからエンジン。行ってます。うん。まあ僕はアルマくんは見えてなかったけど、まあ僕はメインから出た時に出ました。見ました、ね。まあメインエンジン宿舎前金庫で誰とも会ってない。梅木さんはどこにいるの？梅木はね、最終シャワーハイブリさんの後ろ。あ、梅木さんは多分大丈夫。僕はラウンジに置いてきたらんで、まあ、ていうか僕は梅木さんがインポスターと思って逃げて左側に来てるから。あとそれとスナパイさんも今回ボタン押してて無理よね。うん、でまあ藤井高垣はまあお互い入るとして、アルフルはどこにいますか？あ、僕はシンさんは多分後ろにいるかな。僕最後はメインの上の弁当タスクやってます。ハイブリさんをアーカイブで見てると思います。あ、そうだね、アーカイブ、うんうん、でその後シャワーメインと行ってですね、フリキが先行してメインの方行ってると思う。シャワーの方に行ってったのを見て、うん、そうですよね。で俺アーカイブ昇降機見に持ってるから、もう一人シャワーいなかったですっけ。それが梅剣じゃなかった。僕がね、フルコンさんですよ。あ、フルコンさんが右下の方に降りていくのを見てます。あ、そう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 。で、梅剣はラウンジの方に行っているので、さっき慎太郎が言ったのは正しい。僕がね、ゴミ箱タスクをやった後に下に行ったタイミングで太郎だけ見えた後にメインの勝ちをやってエンジンに入って階段降りたとこぐらいで終わりです。まあちなみに僕はアルマ君を一切見てないから最終位置の保証はできない。慎太郎君の移動経路はあってんの、それで。あ、僕の移動経路は合ってますね、うん、確かにメインホールは通過してるんで、うん、合ってはいます。僕が怖いのが梅砂がまあ両キル両クルーだった場合にアルフルがやってたら怖いなっていうのが基礎的に、うんうんうん、あまあまあまあ、さっき死人出てるんですよね。そう、僕は最後にその慎太郎高垣さんがドアの前にいるところで死人を作ってる。あ、てかリンさん死んでるのか、うん、あの停電になる直前までリンさんと一緒にいたから、フルコーンさんと。で、そのシャワーを人がたくさんいるんだったら僕は右回りでしかキルができないから、うんうん、届かないと思ってほしいですね。停電直前まで行ったのは死んだリンさんから証言出てるか、うん、なんだこれ、容疑者がわからん。まあ、リンさんクルーだとこれ結構きついですよ、梅健さん、うん、次結構誰かと一緒に。まあ、ハイブリさんの近く今回もずっといたんで、いつでもキルできたよっていうのは言ってます。アルマインポスター、シンタロ、マットとかもまあワンチャンなくはないな。あ、結構梅健さんの印象いいな。ただ梅健さんインポスターだったらそれはそれであれなんだが、高垣ゆい、高垣はさすがにあそこでリンさんを切ることないと思うから、うん、それで切るが、まあ普通にスナパイさんの可能性もあるけど、もうね、俺はできないからな。カメラ見ちゃおう、誰も映らない。エレキ4番、エレキ4番、これどっちだっけ。リンさん、あ、ユイさん、ね、シン様も右にいます。お、隠し撮れそう。あ、じゃあ梅健さん白だ。初動アーカイブのダウンロードにいました、シン様は。これって停電中っすよね。停電中っす。高垣梅健に関してはハイブリと一緒に宿舎前通路、ミーティングの方に行ってて、俺は今ヌーン乗って昇降機右にいるんだけど、その前に藤宮君と俺石油あたりですれ違ったじゃない、はいはい、あの後メインから降りてくるスナパイさんを見てる。慌てるで自分は手で直しに診察貨物側に行ってますね。とりあえず梅県の隠し情報出しておくと、エンジン脇で、展望アップロードやった後に武器庫、キッチンから武器庫入るときフルコンさんとすれ違った。ここでまず左側に照明、はい、で停電中、停電なりかけくらいの時にエンジンの左の配線ぐらいから出てくる高垣君と全く一緒に宿舎の方に行って、
ハイブリさんとそこで合流して最後ミーティングまで一緒。じゃあ藤原の出してる証言が本当だったらもう無権さんはもう白で、うん、そういうことになるね、うんうん、なります、うん、だから俺視点はアルマフルコンか、ん待ってね、待ってね、無権さんが白くなって、あ、まあ僕が人外だったらまあ新沢の情報がそもそも嘘になるから、まあ梅健さんも容疑者に入っちゃうんじゃないですか、スナパイさんして。2つ目のキルの容疑者は誰になるんだっけ、あの時スナパイ梅健が両方無理だったじゃない、無理だね、あの時は藤宮、うん、慎太郎、あ、新沢死んだのか、セバス藤新かな、まあアルマも死人は慎太郎からないっていうのが出てたから、まあただメインからエンジンに行くのを見てるから神様よりも前で見ることは多分無理だと思うから、後ろにいると思ってほしいですけど。停電中だから上か。停電中だから藤宮スナパイでローラーする。とりあえずスナパイさんから言ってほしいです。初手キルが藤宮さんから言ってほしい。で、これはできない単なる。なら初手キルがスナパイ梅剣2択で、今回梅剣さんが2キルできない。うん、藤宮アルマフルコンの三人がやと僕は提出する。はい、僕が停電中にリポートするメリットは。スナパイさんからかな、初手で。はい、ローラーはできると思う、まあ、初手も2発目もできないですよ、ミスったら負ける、うん、あーくっそ、ファジミアリハイブリさんが指定してるけどこっちに入れてるのはほぼ人外だと思います、はい、高垣、うん、もう一人誰、うん、ここはさすがに、うん、これボタンの方はさすがにまあいけるか、マット確認だけしとこうか。おお、6人いる。やっぱ視界的にはやっぱアルマ、まあ、リン、ユイさん、違う、リンキルが、高垣、アルマの2択かな。ボタン誰も言ってないか。白いね。おお。梅剣マットっぽいな。いや、じゃあ僕初手ボタン押してます。あ、初手ボタン押すのか。押してほしい。タスクも一番下にあった。高古砂が藤宮票。うん。うん。なるほど。タスクは今残り4個っすね。あと1個。僕あと1個です。あと2かな。確か。まあ、結構俺がアルマを人外っぽいなって思っちゃってるのは、その初手キルの時にアーカイブでアルマが俺を見たって言ってるけど、俺がアーカイブに入ったタイミングってほぼ停電中だったのにアルマから俺が見えてるっていうのが視界的な、まあ、名前しか見えてないんだけど、まあでも僕が人外だったらもう藤宮に入れればよくない、藤宮来るなんだったら、そうだね、まあ、結局出てないから、いや出てる出てる、高古砂だよ、高古砂がもう出てる、出てんのか、うんうん、藤宮君までつがいいと、このボタンで僕まで釣れます。僕釣らなくていいと思うけど。あ、ほんまに？いや、あのね、まあアーカイブの下りはまあ正直上側の方が視界広いから。まあ、結局スナパイさんがマットじゃなかったから、まあ、アルマもまあ厳しいってなってるっていう風になるから、うん、結局そのリンさんキルができたのが、うん、まあ、高垣がいます。コメサボ直したのが僕で。あ、2キル目か、コメサボを直したのが僕で、その時に高垣、藤宮、凛っていう状況で僕がエンジン宿舎って言ってて、うん、まあ高垣が真っ先に俺を疑ってきたんだけど、うん、まあ、当然俺視点、うん、高垣もできる、藤宮って凛さんと一緒にエンジン行ったんじゃないの、俺は残してきた印象、あ、そうなんだ、俺は残してきた印象があってコックピット入ってるのよね、僕は藤宮釣りはもうないと思ってて、藤宮白沖で砂高フルを釣れば勝ってんじゃないかなと、まあ、投票的には、うん、ハイブリさん今何懸念してます、だって昨日シェリフいや、あ、アルフジ、うん、どこ懸念します、アルフジの場合でも一応フルコンさん、あの僕も待ってきて初手でできてるんで、で僕は梅剣さんの白を懸念していた人物なので、まあ僕目線だと、そのリンさんキルがスナパイさん僕できなかったから、タカ、フジ、アルから選ぼうと。僕、フルコンさんはマットだと思ってます。アーカイブで停電直さなかったのが。だって、フジリンのとこにいなかったんですよ、フルコンさん。僕はじゃあ、タカガキにはいなかったけど、入れたいです。ハイブリさんどこ、タカガキ君。タカガキ君かな。オッケー。藤宮君が懸念、まあ、俺で終わらないから。え、藤宮
違うのか。うん、ああこうなるとフルニキかね。投票的にはタスクキビーかマット落ちにかけてタスクもちょっとずつはやっといた方がいいと思うが、うん、まあ強路残りで、あ高垣クルーだった場合はでもアルマになるのか。うん、インポスター2陣外残ってたら終わってそうだけど、うんうん、PP じゃないならフルコンさんに投票でいいかな。スキップします。あら、じゃあフルアルかな。フルアルか。まあまあ初手スナッパイさん冤罪かこれ。いや冤罪っぽいな。なんかスナッパイさん、スナッパイさん、あなるほどね、スナッパイ、うん、まあ、スナッパイさんやっててもおかしくないけど、あまあまあまあそうね。タスクどう、一応俺終わってるけど、タスクはね、ちょっと厳いね。次、オッケーオッケー、仕方ないし、まあ、とりあえずフルコンさんに、フルコンさんもキルして即レポートで勝ちです、うん、うっす、うん、逃げるよ。タスクすんな。うお、弁当の中に隠れる俺は。ドマだねこれは。じゃ2キル目がまあ高垣じゃなくて、まあフルアルどっちもあったか。まあワンチャンタスクいけるぞこれ。ワンチャンワンチャンあるかこれ。ワンチャンあるぞこれワンチャンあるぞこれ。どうだ、まさかの、あとちょっと、あまさかの、まさかの、終わるのかここから。終わった。まさかのまさかのタスク勝利。まさかのナイスすぎだろこれ。ごめん。あそうか、コミュサバやったら見えへんかったんか、うん、あそうかそうか、そもそもコミュサバだからイビル見れないのか、うん、あそうイビルのコミュサバで俺たちが、そっかそっか、まさかのタスク勝利。いや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 、チャンスよ。でもね、梅健さんめちゃくちゃ、梅健さんめちゃくちゃ捉えてたのに、その、うん、階段のところでキルクールたまれへんのかなと思って待ってたらちょっと見失ってしまって、階段でちょっと上り下りを何回かして、いやナイス、登ってくる待ちしそうだなと思ったからその隙でちょっと逃げて、そうナイスすぎ、ね、右か左でね見失ったんよ。うわごめんなさい、ごめんなさい、すっかり忘れてた。いやー、記録だな、勝ち。完全ハグキミスと僕もベンチだと思いました。チャニチャしてたもんな。くそー、あがいてみるもんだなこれ。あがいたなこれは。クジミヤにケツ拭ってもらったわ。あぶねー、助かってよかった。アルマさんはあれ、さ決め打ちの日ね、クジミヤさんに入れなかったのって。あれそうね、あれ連れてたけどね。ハイブリさんがもうね、シェリフ票を入れるって言ったから、うん、絶対に釣れないと思って。言ってたんだ。なるほど、もう聞こえてなかった。あそこまでトントンになると思わなかったですね。そうね、ラッキーって思って、いろいろ作用しましたね。いや、GG だなこれは。GG だな、ちょっと悔しい。アクションゲームで負けた。